さあ今回のゴッドウェポンズは、異なる種類の武器を入れるとどんどん攻撃速度が上がっていく、そんなねナイト系のキャラクター、ウェポンマスター。このインベントのユニークっていうのが、まあ一種類っていう意味で、まあ被ったらこのパーセントはね上書きされないんですけど、はい、インベントの中に1種類ずつ武器を増やしていくと。 できたらね全種類入れてみたいなと。で武器をメインで入れていく。だ攻撃速度はその分下がってますけど、なく遠距離がないんで遠距離以外の武器全て集めると。でちょっと価格高いんでね、抑えるアイテムも出ればいいなと思いますが、だ1個なんで例えばダブルエッジアックスは、まあ、異なる斧と合わせればまあここにある分で終わりかな。あと1個グレートアックスがあるくらいか。まあなので、まあモーニングスターかな。で、アイテムは、属性ボーナスは、まあシナジーのことで、剣の剣とかね、ロングソードの剣バランスとか、そういうところを強化する。まあそんなに効果はないかな。で最初は攻撃マイナスになってんだよね、攻撃速度。ね。ちょっと勘弁してほしいですけど。だ1個入れれば、とりあえずプラマイゼロになる。もう1個入れればプラスになる。まあでも弱くはないですからね。倒せ。あー、ちょっと遅いな。5レベル狙いましたね。まず、開けて。こうかな。爪。で、例えば今これ、1個しかないけど、属性ボーナス上がってるんで、1個で2個分になってるから生命力上がりますよと。こうすればシナジーが、クリティカル率、攻撃速度。で、これ攻撃速度また別か。全部別だ。なかなか珍しいですけどね。これ含まれるかな？昔武器じゃなかった。37。ああ、これも含まれますね。オッケー、これも武器。これも武器です。まあ、シナジーはないから、適当に置いとくけど。ああ、足るか。まあ、いいかな。まあ、今入る武器はないですよね。ちょっとライフスティールでも取っときたいかな。あ、シックル。よし。これで今 84%。大盾も入れれるから、盾も攻撃の、武器だね。に含まれる。で、ユニーク武器は、近接だもんね。出るか。はいはい。行ったらすごい手数で。で、できたら攻撃速度のアイテムは取らないで行った方が、この武器だけの速さが見れるかなと思うんですけど、それはまあ出方によるかな。基本的には、まずは持ってる武器を上げて、で、近接輪っかなんでこれは入れたいね。まあまあいいか。入れよう。なければ入れよう。で、形どうしよっかな。まあ、3×3 とか、ちょっと武器が合うような形で開けていかないと。これはまだ無理ですかね。ここダブルエッジアックス。ダブルエッジアックスの可能性ね。で、ここはもうこういうの開けちゃいましょう。で、強く C の。まあ、ダブルエッジアックス狙いすぎるかな。これはゴマスですよね。ゴマスはちょっと想定されてないですね。あ、パンチなら。よし。これ攻撃速度108。で、ちょっと次の武器ロックしてから行った方が。6マスか。はいはいはい。ちょっと待ってね。これは、レイピアとか、ダガーとか。まあ全部は無理ですけど。とりあえず。
ょっと開き方によるかな。思ったより開いたらレイピアで、思ったより開かなかったらダガーかな。2レベルか3レベルだけど、2レベルならほぼ全部使っちゃうんでね、多分これ2だな。そしてで基本的には武器取りたいんで、アイテムなんか範囲とかその辺だけかな。まあ経験値がね。いやー、ダガーにしときたいけど、ちょっと無理してレイピアにしようか。シナジーどうしよう。こうだな。シナジー合わせて、入りますね。またもっといいのが出るさ。お、拳が。いい拳です。で、攻撃、あ、でも拳こっちの方があるよね。拳シナジーで言うと。2つある方がプラスにした時の効果が大きいよね、と。まあ、レイピアそのままでいいでしょう。5マスね。また5マスか。多分5マスは今限界ですね。よし。ちょっと買い値が高いんだよね、そういえば。マウンを高めて。で、こんだけ武器満載で攻撃速度もあるなら、範囲欲しいよね、早く。武器のレア度は低いけど強いぞ強いぞ強いぞ。今回はちょっとアイテム界にしたいね。まあダガーくらいなら入れてもいいけど。あ、経験値ないっす。おー、この拳はいいのがよく出ますね。いいレイピアだ。高い。いいレイピアが高すぎる。上げて、まあちょっとくらい攻撃速度下がっても気にはならないので、でちょっと稼ぐか。あー、出ましたね、アバカス。出ました。まあ回そうか。いや、まあ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 、まだ出るでしょう。これは取ろうかな。いや、強い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 ぞ、かなり。まあ、これシンプルに武器取るだけですからね。方針が楽でいいね。いやー、3レベ行きたいな。3レベ3レベ行かしてよしないっす。これで斧は間違いなく入れれる。でもこうすればいいですね。あと上かな。下でいいや。じゃあこうして揃えて、斧は今の斧ないですもんね。うん、斧シナジーはない。で、ちなみにスイフトは 4% ずつ上がる、 8% ずつ上がる、回避も上がる。回避も、まあじゃあこっちかな。スイフトは今2個しかなくて4個。2個しかないのに4個か。いい扱いだね。あー、てか出ました。これ次かな。
次、まだいらない気もするんですけど、出てくれたんで。おお いいね。ああ、じゃあどうしよう、どうしよう。まあ、ダガーは入れようか。盾悩むな。すごい攻撃するな。まあ、あの盾なら全ての攻撃カットできるんじゃないかなとも思うしね。アーマーでもないもん。アーマーあげたらもう完成でしょ。究極系。くそ、範囲がやっぱり 範囲が足りない。今回まずダガーにしましょう。盾入れるんなら、お金抜いて、まあ、一個これ抜く感じかな。ああ、デュアルソードもいいですね。一旦交換かもしれないね、そうなると。で、これだってまあ、シックルが一番買いやすいかなと思うので。ああ、いいの来ますね。で、ちょっとまだ怖いかな。いける？ 6 からか。でもこの早い方がね、早い方がいいんじゃないかなと思いまして、ちょっと怖さもありますねと。でもデュアルソード入れてからにした方がいいかな。まだいいでしょう。まあ、一個範囲があったりすると、だいぶ楽かなっていう。火力はね、全然ありそうな。近づかないといけないのだけがネックで。まあ、いけるか。いけそうだね。3レベルはまあ上がりそうにないね。こういって、レイピア動かすしかないでしょ？ああ、まあできなくはないのか。飼い犬的にもいけます。こうすれば、あ、いいパンチだ。いいパンチがありますね。ちょっとこれは運を一旦捨てて。まあ15。悪くはないでしょう。おお。待って待って、これ悩んじゃうな。一旦これを捨てて、で、経験値を捨てて、こういう感じ？洗いすぎる。あ、これちょっと回復によりましょう。あ、なんか強そうよ。なんだか強そうな、そんな気がしますね。経験値また帰っておいで。さあ行くんだ。あいつを殺す。この武器で。大盾があるから、まあ。あ、タックルなら、なん耐えれるようになったんだけど、お前だと。おら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 、この無数の攻撃。よしよしよし。爆撃されてましたよ、今ずっとね。爆撃怖いな。怖い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 。範囲がないからさ、くぐり抜けてくるやつもいるでしょうっていうので、火力は十分いけますね。ちょっとこれを置きたいから置く場所を考えて、
考えて。しくった。間違えた。ここに起きて、ここに。武器の感じがなんかジャストフィットばっかりですね。まあ一旦じゃあここかな。あ、待って待って待って。あ、ここでいいか。じゃあ君はそこにいていいよ。変わる必要はないさ。運を入れて。おー、はい、交換。足出るかな、足の速さが出るかどうかねって、これはすごく重要性が変わってくるんで、まだいいでしょう。おー、いいレイピアが。赤はもう入れておきたいですね。ちょ、一旦決めさよならだ。損失がすごいですけど。あー、うん、2くらいならまあ、なんとでもなるかな。なんすか、まあいいか。このくらいならいいや。おー、シミタ。シミタはでかいんですよね。まあ、この辺の武器とか最悪進化で能力上になるとして、剣四国、剣さん、悪くはないね。でも次だな。範囲をください。我に範囲を。すごい、手の届く範囲で超強いけど。届けば勝てる。で、盾もたった2個しかないんですけど、攻撃速度が速すぎることによってクールダウンがねかなり短いので、もうなんかいっぱいあるんじゃないかってくらい防いでますね。もう1個ずつ追加したら、まあ、恩恵はないですけどね、追加の恩恵はないけど超硬いね。見たここかな、奥ならっていうので、さっきの反省を踏まえると、いや、じゃあ右、そう、そこ、あと1個。リロールをやるの久々な気がする。他の男にしよっかな。まあなんとかなるでしょ。なんとかならないかな。いつもなんとかなると思ってるんですけど、この辺入んじゃない。よし、なんとかなりましたね。拳頑張れば開き方的にはいけそうなんだけど、こう行って、あ、いけますね。拳を変えり、ダガー、赤色ダガー持ってます。ちょっと回しましょう。アバカスでもゲットしようかな。縦今ちなみに大きい方これ17秒あるんですけど 4.67、 小さい方は10秒あるが 2.75。 それはすぐ守りますね。お、レイピア高えぜ、レイピア。あ、これ赤色の武器めっちゃ持ってるからいけるんじゃないかな。赤以外計算しましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、11個 33% で、赤が 1,2,3,4,5,6,7,7,35。 あー、ほぼなし。ほぼなしだね、ほぼなし。やめとこうか、今後の方針がぶれそう。これ戻してもいいかもね。売りましたよね、さっきね。強いな。
あ、お前の攻撃、あ、そう、ここ2体か。よし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 、オッケー。盾の音色も聞かなかったね、今ね。近づけないんじゃない君たち。いた、やるね。痛いじゃない、ずいぶん。大盾あって4食らうってことはアーマーがまだまだ低いと。これ槍が全く出ないからね。槍の効果でね、広げるみたいなできてないよね、範囲を。さあ、ここ槍くっつければ槍のシナジーで範囲が上がるんですけど、そんなこともなく、こうアーマー横に、アーマー持ってないです、アーマーなんてものは。一旦流すか。一旦流そう。あー、取ろっかな。あ、ライスリーちょっと上がったんで、ちょっと捨てて経験値にしましょう。シミター持ってます。槍、次だ次。あー、うんうんだね、うん。さ、範囲が我に範囲だけ送れれば。おら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 、おらおらおら、すごいすごい数字が。手数の多さだけでこの戦いをね、くぐり抜けようと。漆黒のタガーとか敵のね、倒せば倒すほど強くなるものは機能しないと。倒せないでしょうね、多分。あー、はいはいはい、なるほどね、そう来るか。入れましょう。あー、ミスタートライデント、この槍のシナジーが欲しいんですが、まあ極めて置きづらいかな。この長さは難しいな。さあ、いいの来ましたね、赤増やし。おお、さすがに取るか。範囲な、下げたいですけどね、下げれるもんなら。お金欲しいけどな。これ今何体？ 27 体。あまりにも多すぎて。武器が多すぎて全く倒せないね。よし。殴り殺す。ん、やっぱ動いてない武器多いね。まあ、範囲が出てないからしょうがないんですが、まあ、こっちのね、懐に入ろうもんなら終わりですよ。あんまありえないけど敵に突っ込んでいかないといけないね。回避があるわけでもなく、アーマーもそんなにないけど突っ込んでいく。ライフスティールもそこまでないけども、持ってない武器は絶対入れないといけないからね、間違いなく。砂時計が今だとマジで意味ないな。1じゃ何も起こらないかな。まあプラスにするの難しいしね。
案外あの鼓使えたかもしんないね。まあ、また来たら取るか。でちょっと経験値。いや、これはいるね。うん。間違いなく。さあ、次。範囲出ないな、にしても。レア度的にはね、全然、出るとこなんですけど。おろろろ。このキャラ、回避とかシナジーのみでついてるんで、そんなに高くはないですけど。痛い。あれ痛いのかな。よし、敵に突っ込んでいく時間だ。さあ敵の数多くないね。増やしてもないですし、範囲があればいくらでも倒せそうなんで、範囲とね敵の数を増やすやつセットでいっぱい取れればすごく面白そうなんですけど。あ、これ一応敵の数か。いやー、こういって、あー、じゃあここかな。一応敵の数が増える。さあこれ、あ、どうだろう。ちょっと今アイテムが増えたことによって変わってきますけど、まあ、これ運を集約できればね。でこれ多分上がるでしょ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13,39,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,55 上回りますね。何と交換しよっかな。しょぼいアイテムを売れば済むわけで、運はでも取りたいよね。経験値か。いや、こいつだ。これ取りゃいいんじゃないですか。回避。高い運でもって赤い武器のみを取っていくと。火力98、攻撃316あるとことないとこの差が激しすぎますけど。範囲を武器で実現できれば範囲アイテム入れなくて済むんだよね。難しいな。槍を置く場合相当入れ替えないといけないね、武器を。配置外がいるね。遠距離攻撃を耐え忍ぶ。まあ、遠距離武器このキャラ使えたらウェポンマスターなんでね。ね使えて叱るべきだと思うんだけど。そしたらもうちょっと楽でしたよね。近づいた敵を瞬殺して遠い敵をまあまあ撃ち抜いていくみたいな。再生ないんだよね。結構ガシガシいってるけど。あー、まあ、アイテム増やすなら赤だよねっていうところで言うと、まあ、あってはいるんですけど。さあもう範囲は移動速度のマイナスでつけるしかないんじゃないかなと。あんまり入ってはないんですが、まあこの件ドクロ結論はここかなと思います。で生命力つけて、まあこれで
死なずにいけるんじゃないかなと。まあ移動のプラスこっから持っていくのも大変そうで、あの馬入れるのも範囲的にね厳しいかなと。危ない。ねえ、まあ、ライフステージ足りないしね。これまあ手数が増えて範囲が増えることでライフスティールもしやすくなって多分良くなるんじゃないかな。よし、しのいだね。攻撃がマイナスにならないようにちょっとアイテムのね総量もちょっと調整していかないと。経験値中があればいいんですけどね。でもプラスではあるはず。赤以外のアイテムが多分ね20個くらいになると多分ダメなんですよ、武器含めて。そうならないように調整すると。今範囲一応25 まあまあつきましたかね。で火力面考えたらミステリーフィンガーいいなと思うんだけど、じゃあアイテムの数を一定にしよう。範囲は嬉しいな。うん、捨てますか。あ、ライフスティール捨ててもいいかもしれない。20ね。まあ、運を足の速さでプラスにすることはできなくなったので大体の手段をね必要としてますけども、1マスアイテム2個、こういってよし、こうすれば。で、これ打って。まあ。悪くはないんじゃないか。お、広げれますね。で、あと槍ですね。とにかく入れたいのは。おー。打っちゃえ。こういうのはこれなくても、まあ、敵の数っていう点でちょっとだけ取っとこうか。まあ、減らせばダメージ上がりますけど、ちょっと次重要なのは、武器ですね、武器。ユニーク武器は1個も入ってないし、あと槍も入ってないですね。パンチもあと1個あるかな。爆発パンチがあるね。できたら赤で引きたい。で、赤しか引けないっていう。赤以外マイナスになっちゃうっていう、この、ね、ちょっと辛めの。マイナスがありますから。でライフスルでさっきまでちょっと死にかけで可能性があったとこが多分ほぼなくなったかなと。回避もねありますし、 G20%ですけど、怒涛のダメージ食らえない限りは死なない。でこの手数に持ってさらにこの、ま、ダメージもまあまあ出て問題ないかな。赤色どんだけ引けるかな。まあ結構引いてきたね。序盤に引いといたのは良かったですかね。細かいとこ引いたんで、まあ、紫も全然ちょっと入れてもいいと思いますね。進化すれば赤だし。でこれがあったら間違いなく知らないんだけど、どうしたもんかな。まあ、入れますか。あ、これ入れましょうか。回避下がりますけど、ま、あ30もあったんだね。そんなにいらない。
で、これ別にいらないです。火力を求めてるわけではなくて。で、ここでお金さらに増やして。ダメージどうなってんの？これ一回抜いてみるか。160、145、15か。まあじゃあ入れときましょう。この辺なら入れてもいいかなとも思う。ああ、来ました。爆発アンチ。これ入れましょう、次。いらんが、でも赤武器まだ結構増やせるんですよね。で、アイテムは多分運とか抜いていけば、最後には改善するわけで、途中までもなんか、あんま意味ないけど持っとくか。まあ、なくはないですね、完全には。で、生命力1上がるだけ、回復力ちょっとつく。で、今回ライフスティール別にもう一個取って、スーパー火力にするわけでもないからいらないね。お、この2つがあれば結構自由にできるぞ。紫も入れれますね。で、ちょっと武器久々に増やそう。まあ範囲がね、増えたことによって、ほらもうエリート見ていいもん。ボコボコにされてるもん。最大のダメージはね、全然高くないですけど、この手感よ。さあ、もう近づけないようだ。さあ、まずパンチの場所を、まあ、この辺ずらせばいけるかな。パンチはもうどこにあってもいいですよね。まあ一応、まあ、デカパンチ揃いました。これで魔法パンチ揃いましたね。魔法パン揃って、通常パンチがないのか。ん、あ、通常パンチがないんだ。一旦離したんで、じゃあね。入らないな。一旦入れたいけど。よしよし、まあまあ、流そう。お、安くしたやつ来ましたね。範囲は普通に足んないですし。悩むな、これ。まあ、ちょっとつくはつくだろうけど。まあ、これ売るか。これ売ろう。お金にして。矢尻がね、射撃があったらすごい面白いんだけどな。一旦取っとこっかな。まあ、ここは取っといたら入れ替えと同時にできますからね。持ってる。持ってない紫武器か。紫よ、紫。お、いい。行ったり行ったり増やせ増やせ。開けはね、開け入りますから。ロングソーダ持ってるし、しょぼいし。レイピアもある。あ、デュアルシックル。ありましたね。今こう入れれるんじゃね？調整さえすれば。よし。あ、紫サンダースピアなら入れてもいいかもしんない。うん、まあまた出るでしょう。さあ、めっちゃ持ってる。気持ち悪いけど持ってる。こう武器はどんどん出撃していくね。早い。早いぜ攻撃が。断末魔が食いましたね。
ただ赤い武器を入れていけばそれだけで強くなっていき、もし赤い武器のみでねかなり構成しきれれば、あの大ドラムでプラスもだいぶつけれる。20種類もないですよね、気がするけど。20あれば 100% ですけど、まある程度はつきますよと。入らないか。31しかないですね。運が低い。ああ、あとこれもあるんだよ、グレタックス。最後の回転で出すのって難しいと思うんで、ちょっとこれどうしよっかな。一旦こうして、両方入れれるようにして、まあこれ赤色だしね、なかったからいいんですけど。あ、止まってるし、これいいよね。敵の数もいっかな。ちょっと最速の世界行こう。クリティカル出しましょう、クリティカル。飲め飲め飲め。赤爪もある。あ、赤。これいいですね、これ。まあ入れますか。パラメーター的にはね。じゃあ止まれ。さあもうちょっと引きで見たいね、この絵を。すごいいい絵だよ。戦場にとんでもない攻撃が。ダメージは高くて605ですか。低いですけどね。1本1万ダメージとかいける、このゲームで。高くて600しかないっていうところは低いですけど。あ、740ありましたね、今ね。740があると戦いは手数です。まあ740ダメージをその1万ダメージより高速で回せばね。お、来たね。ちょっと待って、まあ独裁、まあまあ入れ思って19か。終わってんじゃん、よく見たら。さあ、じゃあ武器を入れるだけです、あとは。じゃあ回せないか。いや、これ入れよう、まあ入れようか、さすがに。これむずいなぁ。これいらないかな。死んでもいいでしょう。まあ、死にはしないか。アイテムを減らして。これもいらないか。あ、もう回避差があるけど、まあ、他にはいい恩恵があるわけで、ちょっとつけとこうかな。まあ、独裁最後に入れるやつなんていないですけどね。まあ、これ入れるだけで、今542ですけど、ドン、567。で、これは持ってます。さあ、持ってない赤い武器が見たいよ。はいはいはい、そういうことね。調整フェーズです。これいらないかな。はい、ドン、588。もういっか、そのレア度でも。いや、でもでっかいな。まだやりとかの方が。2467でしょ。7はでかいな。あー、いや、高いけど、開けた方がいい気がするな。ほんと、微調整使いたいけど。開けて、ここでいいか。グレートアックスを入れるには、いや、グレートアックス、いや、まだまだお金ある。
ああ、クリムゾンサイズね。これならまあまあ入れやすいか。これ運目的で入れてるだけですけど。開き方としてはなんか なんか違うな。どっか入りますか？これだとまた違う開き方になるんで、いや、これ売ろうかな。攻撃速度10と範囲。でも範囲結構これついてますね。買ってみると。これがなくなった。あ、でもこれがあれば、なんとかなるか。売っちゃいましょう。よし。でもとりあえず一旦戻して。いやー、開けてもなー。いや、ここはどうしようか。お金を回すのに使うか。あと、斧系がほとんど入ってないですね。運とかもうここ、売れるで6マス湧く。これ使えば9マス。6マス開けば結構入れれそうであるけど、9マスなら、グレタックスとか、マス的にはちょうど収まるイメージ。お金とリロールの関係からして、次くらいに出ないと厳しいね。行ってみよう。ドア系をね、グレタックス。あ、こことかに入ればいいか。こう行ってこう。あー、むずいな。だいぶ難しいぞ。ここにパンチ入れるとか。まあまあ出るか出ないかの話ですけど、そもそもね。持ってるべきだ。持ってねえべきならもう何でもいいぞ。持ってる。結構早め出てる。おお、おし、それだ、じゃあディバインを入れよう。買えるはず。売りますからちょっと待ってくださいね。ディスカウントないとダメですね、少なくとも。で、まずですね、55でしょ？ 55 だよね。あと2マスこっちか。攻撃入りますけど、ちょうどだね。赤吹きの方がダメージ恩恵はあるわけですよね。入れちゃえ。もうこれしかないし。あ、ショボパンチ。ショボパンチが一個ありますね。まあ、入れましょう。これがなければ入るんじゃない？あ、いけましたね。ショボパンチ買いたいな。これ抜くとちなみに。あ、結構変わる。60%くらい変わりますね。じゃあ、残すか。ショボパンチ入る場所、あ、ここ入るな。入りますね。何売ろう。範囲75。これあと25だけ詰めるね。このパンチはないもんね、だって。ないっすね。いや、これはぜひとも、ね、行きたいよね、その武器で。これ攻撃速度15。範囲とプライスかな。多少しか上がんないね、これ売ったところで。買えるは買える。1個始めた以上。ライフスティール。あ、ライフスティールにしようかな。全然もうないですけど。これで、ドン、658%。まあ、ここだけです、見るべき数字は。あとはどうでもいいですね。さあ、行きましょう。あれ出なかったね、ユニークだが。さあ、武器がいっぱい入りました。ちょっと入ってないのもありますけど、まあ、アイテム結構少なめにしてて、まあ、これを残すため最後はね、赤い、青、
紫以下かは1,2,3,4,5 これは事故みたいなもんですけど、ほぼなくて火力にも一応なってて、と 600% ですよ。他の狙いますけど、武器をヘシャンが狙えるって言っててね、オラ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 凄まじい衝撃でボスは追い詰められて死にましたね。さあ、これが武器を使いこなすキャラクター、ウェポンマスター。